てっぺん取るならこの生涯ひるまずにヒューマンマシン何度はベリーハーとりあえず踊れ I wanna be a UMAレイフラチャンネル第64回レイフラチャンネル、違うで多分これ65回ちゃうか65回、まあ、65回レイフラチャンネル、原稿間違えてるでこれじゃんでーちゃうねーねーはーいはーいということでということで、ね、今日は何ですか、サバイブのすすめMV についてお話しますって言われてますけど、どうします？これまだあれかい、みんなフルバージョン見れてないのかい？フルバージョンまだよね。まだ見れてないのかい？まだ、フルバージョンは CD に初回版に特典でつくんで、ね、付くのかい？そうあ、そっか。そうだこれ。なるほどな。もう買ってみてくれだね。その通り。買ってみてくれだね。ね、見ていただいてね、うん、各々のどういう感想が、そうだよね、まあそうだね、買ってみてくれだね。でも今ショートバージョンで、あれでしょ、ワンコーラスでしたっけ、ちさびまですか、そうやね、ツーコーラスジャック、ワンコーラスかワンコーラスか、まあなんで、まあ、続きどう展開していくのかみたいなところもね、そうですよね、そうですね、楽しみにしていただいて、したいですね、いいかな、まあ、ぜひじゃあ見てほしいよ、見てほしいね、全部そうですよね、そう、ぜひ見ていただきたいんで、DVD ついてる方を、ぜひゲットしてください、ぜひゲットしていただけると、ありがたいなと。いやでもね、やっぱりこう、なんだ、サバイブのおすすめでこう、一つ振り幅を、そしてね、やっぱりカップリングの2曲でさらに振り幅をね、この1枚でこの3曲、なんてこのでかい三角形なんだっていう、このそうだね、ね、今回のこのシングルは本当にすごいよね、そういう意味で言うと本当に聴いてるみたいな気分になれるから、早く聴いてほしいなね、早くね、時が経つのは遅いなあともうちょっとよ。あと10日、あとね、12日ぐらい。そうやね。けどまあこれ4月10日から流れてるからね。もうちょっとやね。もうちょっとやね。ちょっと待ってくださいよということで。ね、先週ね、先週ね、前回、メンバープロデュースのグッズをつって、ああ、やったね。で、僕はカレーと。うん、で、一光さんが、なんかなんすか、ミルクレープを切りたいと。そうだよ。メンバープロデュースちゃうから、全く。ミルクレープ切ってみて。そうだよ。何がしたいかですね。まあ、もちろんあれなんですけど、ケーキを作るみたいな話。ミルクレープを切りたい、切ってみたいみたいな話があって。しかも、ものすごいテンション上がって言ってたからね。本当にやりたい。本当にやりたいよね。なんか、切らせてあげましょうよ。なんか。企画で、僕らが企画してミルクレープをね、こう重ねて切るのをどうぞって伊藤さんにやらせてあげましょう。いいね、それね、別々にミルクレープ買ってきたやつ、ホールでホールで買ってきて、それを切るっていう、って切るところをね、ちょっとやらせちゃいましょう。わかった、じゃあで渋子でやる、あ、そうか、いいですよ。そう、その、みやこさん何作るって聞いてなかったなって、ああ、なるほど、そう、なんか東京のこと言い出すから、ハンガイムがデッドゾーンが東京のこと言い出すからさ、バネがビヨンビヨンってなって、そうやね、俺が終わりだ、俺が次だけど、そうやね、そう、まあ、そうそうそう、なんか何作りますか、何作りたいですか。今ね、ちょっとね、こう、メンバープロデュースというか、これ言っちゃっていいのかな、まだ分かんのかな、もうこの日、あかんか、なんかあんのか。いや、実はその、いや、田田君も知ってると思うけど、今ね、ああ、香水をね、実はちょっと手掛けてる。手掛けている。はい。これは言っていいのか。言っていいの。ピーとかでいいんじゃん。ピーで。え、ピーでいいの。まあ、なんかそのに匂いのするもん今作ってる。メンバープロデュース。そう、メンバープロデュースとかね、ちょっと今やってるんで。ちょっとね、それはね、もうちょっとしたらちゃんとした正確なことを発表しますけど、今まあ着手してるよっていう、そうそうっていうのはね、ちょっとね、一個やってまして、まあこれ多分ファンクラブ限定になるんです。あ、そう、そうなんですよ。あら、はい、ファンクラブ限定でちょっと今
一つ、なんか考えておりますね。考えておりますね。うん、それはね、ちょっと考えて。結構それはリアルな話ね。リアルな話、ね。リアルな話。じゃなくて、じゃなくて、なんか俺がやりたいメンバーを。もう自由にやっていいよっつったら何を作るか。ああ、俺何作りたいかな。自由にやっていいよって言ったら、タダ君カレーやったもんな。もうカレーです。けどさ、みんな食べ物ばっかりだもんね。そうですね。あ、俺けど意外とお酒とか作ってみたい。酒、うん。どんな酒？芋焼酎とか。何にします？名前。名前。何の都にします？何の都？何の都？都の里とか。都の里。焼酎作ってみたいかな。麦でもいいし。プロデュースして。プロデュースして。自分が美味しいよって思えるやつ。なんか美味しいよって思えるやつ。あ、でもそうですよね。ね、それいいな。結局食べ物になるよ。お前食べ物以外ほなないの？田沢君も俺もなんかないっすよ。じゃあ食べ物以外で考えよう。ゲームゲーム。おゲーム。おレイフラワーをこう、ええ、やんプロデュースするゲーム。あ、ええやん、うん、面白い。衣装を何着せて。あ、いいやん、面白い。セットリスト何やって。あ、面白い面白い。宣伝どうやって照明とかステージングもね操作できる。ほんでどうやってもメンバースケジュール合えへんやろ。でもでゲームやってどんだけ大変か、お前ちょっとリアルに。ゲームの難易度が上がっていくと、うん、メンバーのスケジュールがどんどん合わなくなってくる。合わなくなってくる。そう、面白いね。特攻とかもね。ああ、いいね。ここで銀テープとか。銀テープとかね。ああ、どこでもできるんですよ、だから。なるほど、うん、青い糸とかで銀テープ通してもいい。あ、なるほど。そうすると君の居場所ボーンやってもいい。そういうところでやると次の集客変ね。変ね。ちゃんとせない。やっぱり素晴らしい。そうなんか、そういうのをやりたい。で、最後なんかこう、わかんないですけど、なんとかスタジアムでできたら、クリアみたいな。それさ、ほんまの話来るかもしれんで。なんかね、こういうゲームあったんですよ、うん、あの昔その、うん、自分が事務所音楽事務所の社長で、うん、でその公演とか、まあ、いるんですよ、はい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 、バーとか喫茶店、はいはい、いろんなメンバーを集めてで、はい、楽曲をやっ て, やってその楽曲に合ったメンバーじゃないと演奏超下手なんですよ。なるほどなるほど。そうで曲もなんかいっぱいあって、ほう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 。まあその1曲とそれに合うメンバーを集めて、だからもう何もしなくてもまあ行くんですけど、はあ、そう面白かったんで、それええやん。レイフラワーバージョンみたいな。それやろう、うん、それやって、うん、やりたいですね。あ、売れると思うよ、うん、面白いでしょ、うん、面白い、きっと面白いと思うんですよ。ゲームか、なるほど、うん、あかん、本格的な。スマホでできないですかね、そういうの。スマホはきついかな。俺はでもね、ちゃんとこうやることが多いから。あ、こうやってそう、ここで郁夫さんはこっちに下手から髪で行かせたりとか。それスマホでできんの、こうやってこうやってギュッて。なんじゃなくて、なんかそういうこうちゃんとねこう操作してる。両方とも作ったらね、スマホバーでこうスマホバーでもうちょっと簡単なやりたいな。いいな、うん、まあ俺がやりたいんですけどね、そういうゲームを。いいなんかこう、うん、いいね。そう CD 作ってて、たまにメンバーとかがねこう、うん、あのぼやき出すんですよ。ぼやきもっと休みをくれて。おもろいな、おもろいな、それは面白いな、もっと休めくれ。けど、楽しそう、それでしょ、うん、ちょっとそういうのやりたいなって。それなんかちょっと、なんかほんまにどっか持ってきます機会、ね、持ってったらやってくれるんだ。まあ、これどっかで見たことあるねみたいに言われるけど、うん、多分まあけどね、楽しいと思うね。うん、楽しい楽しい、うん、なるほど。そう、誰か違う番でパクられる前にやった方がいいもんね。お前これ言った、うんうん、言っこれ見たら、これ誰も言ったらあかんで。流れてるから、ま、流れてるから。見たけど誰も言ったらあかんで。面白そうっつって。で昔からね、俺これやりたいなと思ってるんですよ、そのゲーム、うん、じゃあそれやろうよ、メンバープロデュースで。ゲームになったおもろいちゃうと思って。ええー、なぁ、うん、結構割とリアルめのね、こう絵使って。なるほどね、うん、いいね、うん、最高やな。おー、なるほど。じゃあそれカレーじゃなくてそっちにしよう。うん、そっちにします。うん、カレーじゃなくてそっちにしよう。うん、そうだね。ミッションをクリアすると、うん、画像なり、うん、動画なりが見れるみたいな、うんうん、なるほどね、なるほどね、うん、夢は膨らむ一方でございますよ。でございます。はい、はい、そんな感じで。なんかどうしましょう。どうしましょうか。もう一個いけそう。もう一個無理、うん、もういっぱいちゃうか。
もう無理。結構いける、いけそうな、どうなん、まだいけんの、あと1個ぐらいいける。あ、そう。じゃあどれいきましょうか。何でもいいですよ、で読ませてあげます、読ませてあげますよ。じゃあ美咲さん、レフラーの皆さん、こんにちは。こんにちは。箱庭に参加できて、とっても なっとるかな、なっとるかな、すげえすげえタイミングでなっとるかな、今すごいタイミング、残念、美咲さん残念でした。バヤヤンバヤヤンって、バヤヤン、ほんまな、もうまあ、いや、まあちょっとけど、まあもうな、まあ箱庭に参加できてとても楽しかったと、うん、ライブまでの空き時間とか皆さん学園何してますかと。ああ、思い思い過ごしてます。それは思い思い過ごしてる。瞑想にふけてる人もいたり、ね、うん、練習のパッドをパタパタ叩いてる人がいたり。ね、ただ伊藤さんベースこうやって寝てる時。寝てる。おおむね思い思いで過ごしてるよっていうのが、ね、さあ、告知がいっぱいあるんですよ。あります。行ってきましょうか。はい、うん、じゃあ、読ませてくださいね。はい、いよいよ来週末、うん、4月19日から、はい、サバイブのすすめのリリースイベントを開催します。うん、詳しいスケジュールはオフィシャルサイトをチェックするがよい。チェックしてくださいよ。ということで、はい、これ読む、パパッと、うん、パッと、まあ、うん、チェックしてもらうかい。チェックしてもらうか。チェックしてくださいね。はい、ございません。そして、うん、サバイブのおすすめが、うん、NHKFM ミュージックライン、うん、4月5月度のエンディングソングに決定しました。これはすごい、すごい、はい、エンディングテーマ、はい、そうです。NHKFM ミュージックラインは、うん、毎週月曜から木曜21時10分からね、オンエアされております。はい、ぜひとも聴いてみてください。はい、ということで ね、ゲストに出してもらいましょう。はい、あとはまあ5月5日ね、渋谷、そう、北海道、渋谷、もうすぐあります。1ヶ月切っとる。はい、これね、切ってますね。やばい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 、1ヶ月切ってね。なんでね、うん、もういろいろ、もしかしたらこの頃になってもセットリストとかもね出てるでしょうね。ね、そうですね、そこに向けてね、準備せなな。はい、ね、そうね、新曲のサイニングガーデンもね、そうだよ、CD プレゼントしますので、そうだよ、はい、で、サバイブのおすすめの収録曲たちも披露するでしょう、うんうん、披露します。いやー、えらいことになるぞ、曲数が曲数がえらいことになる、ね、いや、あの、数だけで言ったらそうでもないけどさ、うん、いろいろね、あの、カロリー的にさ、カロリー的にね、やっぱり、リフラはすごい、こういう日が必要だから、カロリーがすごい、それちょっと広くなりますからね。そうね、いろいろ ね、身も心もしっかりと鍛えてね、うん、こう立ち向かっていこうか、立ち向かう、健康で、ね、健康な状態で臨みたいな。まあ今日楽しみですね。そう、元気いっぱいで、はい、私をね、遊びに来てください。はい、ということで、はい、今日はこのぐらいで、はい、いいですか。いいですかね。じゃあ、レギュラーチャンネル第65回こんぐらいにしといたら、はい、いいんだね。さよなら。感情がやっとサイズを手で取れたらこの生涯